真に武をもって人を罰するは武の意にあらずその心と知れ、これが芦原空手の求めるところです。芦原空手は24年の歴史しか持ちませんが、鬼脈の本流となると。新しく作り上げたのが芦原空手です。日々新たなる鍛錬の中で生命の尊さを教えます。はい、次右の下段回し蹴りをストッピングで止めてね、この時相手が出てきた時を仮定して、よし、その時は1のポジションに入って右の上段回し蹴りと、で今度左の後ろ回し、よし、よし、黒潮のおおらかな気風と名城松山城を見守る景観豊かな四国松山に芦原会館本部があります。ここでは強くなることは心も強くなることなのです。芦原空手生え抜きの指導員は空手を愛する者たちと一緒に日夜稽古に励んでいます。皆さん、芦原空手は自分自身にチャレンジする者には明日への成功を約束します。楽しく力強く出会いを求めて我ら戦士を来たれ。構え。芦原空手の組手構えである。常に半身を取り、両手で顎、顔面をガードします。バットを振る要領で自然に構えるのが理想的です。間合いと見切り。間合いとは相手の攻撃を防ぎ、自分の攻撃がしやすいように距離を取ることである。ショートの間合い、相手の技のインパクトの前によりインファイトして相手を崩す間合いのことである。ミドルの間合い、ショートの間合いから約3センチ程度下がったところがミドルの間合いになります。ロングの間合い、ミドルの間合いより約3センチ下がったところとし、ウィービング、あるいはステップバックで相手の技を避け着地をカウンターで打ちます。見切り、相手の蹴りに対して下半身のステップを使いスムーズに受け流してカウンターで打つ。ポジショニングと芦原空手の円の動き。ポジショニングとは相手の攻撃をよりスムーズに受け自分の技が出しやすい位置に体を持っていくことである。1のポジショニングをしてバックからの攻め。2の送り足をしてポジショニングをし攻める。常に相手のウィークポイントを攻めることが理想です。右足を4のラインで引いて3のポジショニングで間合いを作って攻める。引き足をして4のポジショニング。ポジショニングは常に攻めるためにあるのです。1から4のラインを使い常に円の動きを心がけるようにしてください。3のラインを使って4のポジショニング、4のラインから3のポジショニング。このように芦原空手は全て円の動きを基本とする。
この芦原会館のシンボルマークはその4つのラインと制空権を意味するのである。狙う部位、使う技。 A ゾーンにはすねから先を使う上段蹴りまたはパンチ、 B ゾーンは膝から先を使った中段蹴りやパンチ、 C ゾーンには膝から先を使った各下段蹴りを使います。顔面下部を狙う。鼻っ柱を狙う。こめかみを狙う。顎を狙う。喉を狙う。後頭部を狙う。頸椎を狙う。鎖骨を狙う。心臓を狙う。みぞおち、肝臓を狙う。あばら、脇腹を狙う。下腹部を狙う。金的を狙う。ももふくらはぎ内側を狙う。ももふくらはぎ外側を狙う。膝裏を狙う。足首を狙う。突き。よいしょ。正拳中段突き。正拳上段突き。正拳顎打ち。裏拳顔面打ち。裏拳左右顔面打ち。裏拳膝を打ち。回し打ち。下突き。肘打ち。突きはすべて全身のバネの力で、肘、肩、腰、膝を回転させて打ちます。小指から順に軽く握り、インパクトの時は強く握ってください。それでは正拳中段突きの説明から入りましょう。立ち方は三鎮立ちです。三鎮立ちとは右足を反則前に出し膝を内側に絞る立ち方のことです。基本はミドルの間合いを想定して行ってください。注意点として、前傾姿勢を取ることによりより強烈なインパクトを与えることができます。正拳は手首でクロスさせてください。そして引き手は背中まで最大限に縮めて打ってください。また顎は少し引き、上体を左右に振らないように心がけてください。腰は拳一つ回転させて打ちます。足腰のバネ、特に膝のバネは重要なポイントになります。
それぞれの回転で距離をコントロールして行ってください。それでは気合を入れてやってみよう。次に正拳上段突きです。顎を狙って打ち、フォロースルーは目の高さに持っていってください。また肩から先に出して打たないように注意してください。それでは気合を入れてやってみましょう。正拳顎打ちです。まず自然に落とした肘を最大限に引きつけて、一気に相手の顎に向けて解放してください。顎打ちの構えの特徴は、そのまま横を向けば組手の構えになり、全てのパンチを打ち出すことができます。腰高にならず、フォロースルーは目の高さに持っていきます。それでは気合を入れて、両肘を最大限に素早く引きつけ、一挙動でインパクトに持っていくのが裏拳顔面打ちです。裏拳とはバックハンドのことである。さあ気合を入れて、続いて裏拳左右顔面打ちです。まず両手を溝落ちの高さに揃えてください。そこから一気に真横の相手に向かって打ち込みます。目は横の相手を想定し着眼してください。それでは気合を入れてやってみましょう。裏拳膝打ちは、両手をボディの前に揃えて真横の相手に向かって打ちます。打ち込むときは肘を伸ばしきらないよう注意してください。さあ気合を入れてやってみましょう。次は回し打ちです。手を額の前に持っていき、肘のバネ、手首のスナップを効かせて回転で打ちます。それでは気合を入れてやってみましょう。ショートの間合いを想定して、際立ちの構えで一気に打ち込むのが下突きです。引き手のためが重要なポイントになりますので注意してください。気合を入れて、
肘打ちは足原空手で多用される技の一つですから十分な練習を積んでください。まずショートの間合いを想定し、肩を力ませずに一気にインパクトに持っていきます。この時脇は直角になるように心がけ、膝のバネ、足腰の回転で打ち込みます。前傾姿勢を取ることによって相手により深くより強くヒットさせることができます。常に目標を見て気合を入れてやってみよう。基本のトレーニング、パンチのコンビネーションで突きをより一段とアップさせてください。パンチのワンツーから肘打ち、続いてインセップからパンチのダブル、回転を利用してクロスアッパーをします。この突きの応用では実際相手を想定して行ってください。右上段パンチを一路ラインを使って中段突きです。相手の右前蹴りをサイドポジショニングしながらパンチ連打からフックにつなげます。右前蹴りを受け流してからサイドに入りカウンターのアッパーを打ちます。相手の左前蹴りを受け流しパンチから後ろ足で床を蹴りウエイトを乗せた肘打ちにつなぎます。受け、よいしょ、上段受け、中段外受け、中段内受け、下段払い、次に受けの説明に入ります。これから紹介する受けはすべてそのまま攻撃につなぐことができます。まずは上段受け、手を額まで上げクロスさせそのままの位置から引き手を引く。その時腰の回転を大きくより半身にし一気に受けます。気合を入れてやってみましょう。次に中段外受けです。引き手でガードしながら外側から内側へ崩します。手は耳元より円を描くように外側から引きつけて受けます。
外受けは肘を少し上げることによって上段受けにもなります。拳は顔から大きく離さずに肩の高さで円を描きます。気合を入れて行ってください。正面で肘から先のスナップを内側から返して受ける。これが中段打ち受けです。半身の構えより脇の下から半円を描きます。ゆっくりと何回も練習してください。相手を引きつけてガードしながら弾くようにして受ける。気合を入れてやってみましょう。最後に下段払いです。下段払いは耳元から自然に腕を下ろし、体のラインからあまり肘が出ないようにしてください。そして肘を十分に引きつけガードしながらクロスして打ち落とすような感じで受けます。気合を入れてやってみましょう。まずは上段受けの応用です。左ハイキックに対してインセップからの上段受け、相手の中心台に向けて突き上げます。外受けです。手の円は大きく、肘の円は小さく描くようにするのが理想的です。この例は右前蹴りに対して受けてバックポジションを取ります。打ち受けの例として相手のパンチを内側から跳ねて今年カウンターのパンチを打ちます。下段払い。下段払いは相手の左前蹴りに対して内側に流してサイドバックポジションを取ります。蹴り。膝蹴り。金的蹴り。前蹴り。回し蹴り。横蹴上げ。横蹴り。関節蹴り。前蹴上げ。前蹴上げは本格的な蹴り技に入る前のストレッチにもなります。股関節をよく回し、それぞれの蹴りがスムーズに行えるようにトレーニングしてください。それでは気合を入れて。
膝蹴りは軸足のバネを十分に生かし、股関節の回転から胸に打ちつけるように蹴ります。金的蹴りはかかとを十分に引きつけて蹴ってください。蹴った足は素早く引くように。前蹴りは中速で蹴り、腰の回転を利用し素早く蹴り足を引いてください。回し蹴りの説明に入ります。回し蹴りは中速で突き刺すように蹴ってください。かかとは十分に引きつけ、膝を45度のラインから回して蹴り込みます。それぞれ各蹴りのトレーニングは組手の構えで行うようにしてください。それでは気合を入れて、横蹴上げは上体を前に倒さないようにし、股関節を一気に解放することが大切です。次に横蹴りです。横蹴りは膝を中心ラインに引きつけて一気に蹴ってください。そしてもも膝を引きつけて戻す感じをつかんでください。それによってより速い蹴りを出すことができます。それでは気合を入れてやってみましょう。横蹴りと同じように、この関節蹴りも膝の引きつけが重要になってきます。膝とかかとを引きつけて蹴り、その反動を利用しまた引きつけて戻します。基本のトレーニング、これは蹴り足の切り返しのトレーニングです。右前蹴りから左回し蹴りへ、トレーニングは中段回し蹴りから行ってください。今度はストッピングから着地させながら次の三角蹴り、蹴り足を4のラインで引いて肘でリードしながら後ろ回し蹴りを蹴ります。組手構えからのトレーニング、まず膝蹴り、サースポーの膝蹴り、送り足から膝蹴りし一気に相手のバックポジションを取ります。これは引き足の応用のポジショニングです。
パンのポジショニングから前蹴り、まず外受けで内側に流し、3のポジショニングから蹴り。練習では相手にヒットさせないように注意してください。次は回し蹴りです。踏み手の構えからのローキック、ミドルキック、ハイキックです。トレーニングでは中段から行ってください。着地までのカウンターを蹴る。次は横蹴りです。このように右パンチに対して送り足からカウンターの横蹴りは多く使われます。関節蹴りの応用です。相手の上段回し蹴りに対して最短距離の関節を蹴ります。練習では軽く行ってください。ストレッチトレーニング、足原空手のストレッチトレーニングとは、各技の準備運動でもあり、全身の機能をより柔らかくすることによってパワーアップ、スピードアップにつながるよう工夫されています。ゆっくりと丁寧に行ってください。まず足の先から少しずつほぐしてください。膝から先を回転させて、より変化ある蹴りもできます。隅々まで伸ばしてください。はい、伸ばして、はい、足打って、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、はい、どうぞ。円を描くように膝関節を回してください。膝裏を伸ばすように、スローから始めて各自のペースで行うように心がけてください。帯を持ち、ひねって横後ろの剣を伸ばします。1、2、3のリズムで行うと優しくできます。前、後ろ、中と3つの角度で伸ばしてください。股関節を柔らかくすることが大切です。自分の体が倒れるまで無理はしないようにしましょう。前に腰を出すようにして倒し、常に背筋は伸ばしてください。1、2、3のリズムで行ってください。
右足を振って前回し1、2、3、前回し、後ろ回し、そして反らして行ってください。足の下から手を入れて自分ができるところまで上げてください。背中を丸めずに腰から前に倒すとより一層深く倒すことができます。すべてストレッチはより大きく動かす気持ちでやってみてください。基本のトレーニング。それでは基本の型に行く前に突きと蹴りのコンビネーションをトレーニングしてください。まず膝ブロックからワンツーパンチ、内もも蹴りから引いてダブルの蹴り、そして後ろ回し蹴りにつなぎます。はじめは低い蹴りからチャレンジしてみましょう。左ブロックからワンツーパンチ、右回し蹴りをクロスに下ろしながら左後ろ回し蹴り、肘と腰の回転がポイントになります。基本の型1。基本の型1、よー。では型のトレーニングに入ります。まずは基本の型1です。この型は引き足のラインを重要視しています。納得のいくまで繰り返し見てください。右足3のラインからパンチ、外受けで内側に崩しパンチから回し蹴り、フォロースルーを前に下ろします。右足2のラインに送りパンチから引き戻します。人上段受けからパンチ、切り返して左の回し蹴りにつなぎます。外受けから一度ポジショニングしながらカウンターの回し蹴りにつなぎます。下段払いから右送り足、左の回し蹴りにつなぎます。膝ブロックから右送り足、内側に崩して膝蹴り、前に投げます。膝ブロックから相手を内側に崩し膝蹴り、引きつけて崩します。
パンチ、回し蹴り、引き戻して構えまで。組手による基本の型1。基本の型1、よーよし。組手の構え。中段突きに対して外受けからパンチ。右上段パンチを外受けから崩し、パンチからカウンターの回し蹴り、フォローするを前に下ろします。左中段突きを下段払いからパンチ。左上段突きを下受けからパンチ、左の回し蹴り。右前蹴りを外受けから内側に崩しカウンターの回し蹴り。左の前蹴りを下段払いで崩し、左の回し蹴りにつなぎます。よし。左回し蹴りを膝ブロックから内側に手で崩し膝蹴り。右回し蹴りを膝ブロックから膝蹴りにつなぎ引き崩して、カウンターのパンチ、右回し蹴り、蹴り足を引いて構えまで。バリエーションとはさばきのパターンを変えることである。左パンチ、後ろ回し蹴り。右パンチからカッティングキック。バックポジションより膝蹴り、肘打ち。投げの型2。投げの型2、よし。投げの型2は相手の動きのウィークポイントを崩して投げる。足原空手の1のラインから4のラインの組み合わせである。各体の動き、ラインの延長は全て円運動である。以上のポイントを注意して行ってください。投げながらのカウンターの膝蹴りはより強烈である。膝蹴りはすべて回し蹴りに応用できる。投げの方の手はすべてパンチになる。組手は絶えず慎重に行うよう心がけてください。
右回し蹴りを膝ブロックから引きつけて膝蹴り、蹴り足を引いて巻き込み投げで投げる。右の前蹴りを外受けで内側に崩し、首を決めて膝蹴り、蹴り足の反動を利用して足腰で投げる。左回し蹴りを膝ブロックから右送り足、左膝蹴り、巻き込み投げで投げる。左前蹴りを下段払いで密着して裏投げから膝蹴り、蹴り足の反動を利用して投げる。ステップバックから見切り、相手のバックから裏投げ、右膝蹴り、引き足を利用して投げる。相手の蹴りを下段払いから内側に流し、膝蹴りから引きつけながら投げる。左の回し蹴りをステップバックで見切り、内側に崩し、アップダウンの手から後頭部を左蹴りで蹴る。蹴り足を利用して裏投げで投げる。右の回し蹴りをステップバックで見切り、左手で内側に崩して右手アップダウンから引きつけ、カウンターの膝蹴り、蹴り足を引いて投げる。首を決めて人を打ち、右膝を落としながら肘打ちで決める。ストレッチトレーニング、はい、上体反らし、つかまえて、最後にストレッチトレーニングで体をほぐしてください。よし、はい、まず自分のペースでゆっくりと行ってください。タン、上半身から低く入り背筋を伸ばしてください。シャー、はい、10秒の滑り立ち、はい、頑張って、はい、1、はい、3、はい、前後しながら同時に足幅を縮めていき、最後には結び立ちになるようにしてください。はい、直して、はい、前後の方で、はい、1、はい、3、4、両手を前と横につけて行ってください。初心者は足を開いてチャレンジしても結構です。はい、足開いて、はい、左右正転、1、はい、3、4、手をクロスさせてつけてください。8、9、残った手もしっかりと振ってください。はい、上体回します。1、はい、3、4、上体は大きくゆっくり回してください。8、はい、はい、3、4、5、
はい、両手を持って。はい、アキレス腱伸ばします。よし。はい、三。指先で立ち、かかとを下ろすことによってアキレス腱を伸ばします。次は片足ずつ伸ばしてください。壁などを利用して行うこともできます。手で帯を持って首をよくほぐしてください。はい、倒します。1、8、3、4、ゆっくりマイペースで行ってください。はい、入れます。1、8、3、4、5、はい、回します。まっすぐ引きつけ、伸ばしてください。肩、背筋を伸ばしてください。肘、肩、背中を伸ばします。はい、よっ。はい、後ろ。よし、はい、さあ。はい、ご準備。肩の4つの角度を伸ばします。この回し受けで呼吸を整えてください。足原会館道場君、礼節を忘れないこと、努力精進を怠らないこと、真偽の向上を図ること、チャレンジの精神を持ち続けること、
常に反省を忘れないこと、より正しい空手の道を全うすること、自筆規制という言葉があります。物事は必ず正しきに帰るということです。正しきとは己が信じる道です。芦原空手は人の道、人の心を知る空手だと言えます。あとはな、膝上げりをした時、声出てこないか。この脇を絞ってたら力が強い。これ実際こうやって手振る、こういうことな。小さい練習生一人一人がやがて大きくなり、最高の武技を身につけ、人間的に優しくおおらかな社会人になってくれるのが私たちの一番の喜びなのです。それが本当の強さではないでしょうか。今空手の技と心が世界中の熱い注目を浴びています。国を超え、年を超えて、より安全に楽しく学べる芦原空手。芦原会館は人間教育の道であり、場なのです。空手に科学的な創意工夫を取り入れ、さらなるスピードとパワーを追求しています。また相手の動きを見切ることによって、相手の力をも我が力とするさばきこそが最高のものなのです。円運動を基本とするこの動きこそが芦原空手の真髄と言えます。努力する者に幸いあれ、我ら戦士よ今こそ来たれ、そして大きく羽ばたけ。